皆さん、ボガンジャコミチンです。今日はですね、ツーリングということで2時間も走ってきて、今ね、こちら昼賀の高原キャンプ場というところにね来ました。めちゃめちゃ自然が綺麗。まだね、キャンプシーズン前ということで貸し切り状態とまではいかないんですけど、割とねまだ、キャンパーも少なくてですね、非常に快適なデイキャンプが今日はできそうな、そんな気がします。それでですね、今日の装備ですよね。ちょっとどんなものを持ってきたかちょっとご紹介していきましょうか。で、持ってきたのがね、まずテント、まあ、宿泊はしないけど一応ね、まあでも雰囲気楽しみたいのと、ちょっとくつろぎたい時にね、まあ、テントあるといいなと思ってテント持ってきたのと、まあ、椅子だよね。椅子、中身がですね、ドンと、まずね、カメラ入ってたやつ、これがね結構場所取るよね、僕の場合は。でケトル、シェラカップ、あとまあ焚き火しようと思ってるから、まあ、木だよね。木を大量に持ってきたのと、調理グッズ入れ、焚き火台、プチ燃えファイヤーですね、まあ、これこそツーリング向けの焚き火台っていう感じですね。あとまあナイフとキッチンペーパー、バーナー、あとまあ使用感のあるテーブルぐらいかな。うん、まあ消毒もちゃんと持ってきたしっていう感じで、割と緩めのキャンプっていう感じですね。まあ、デイキャンなんで、まあ、ここにでもそれは言っても5、6時間はいますんでね、ご飯も食べつつゆっくりね過ごしたいなというふうに思います。よし、OK。
きサイドバッグの荷物紹介しなかったですね。サイドバッグには、まあ、火起こし関連のグッズと、今日ねホットサンド食べようと思ってるんで、ホットサンドメーカーと、あとはね、食材もサイドバッグに入れときました。あと電池とかマスクとか、あとね食後のコーヒーとか。途中買い物行くときね、やっぱサイドバッグは楽だね、非常に。さあ、そうしましたら、結構ねお腹空いてるので、早速、ご飯の方ね作っていこうかなと思います。ちょっとこいつの火力では心配なので、のためねちっちゃいガスバーナーは持ってきました。なんだかんだ1個あるとすごく便利よね。まあホットサンドなんで、もう挟むだけですからね、うん、お手軽に食べたいと思います。はい、どん。今日の具がですね、ベーコンポテトサラダっていうのがあったんで、まあ、ポテサラにベーコンが入ってるようなそんな感じなのかな。こいつをもう具にしてやろうと。キャンプ場で食べるご飯はね、これぐらい手軽なのもいいよね、まあ、特に今日荷物が少ないから、まあまあこんなもんでしょう。あとここに、裂けるチーズですね。裂けるチーズを入れていきたいんだけど、よいしょ。まずこいつをなんとなく伸ばして間作って、で裂けるチーズを、真っ二つにして、はいドン、はいドン。ちょっとね色味がもうおしゃれさの何もないんですけど、ポテサラとチーズ、まあ間違いないでしょうに。もう1パン乗せてプレス、OK、はい、無理やり閉じ込めました。じゃあこれを火にかけていく。ちょっとね、割と火も安定してきたから、焚き火の火も使いながら温めていきます。よし、できたっぽいですね。ちょっと出来上がりを見てみましょう。せーの、オープン。おー、最高の出来ですね、完璧。したら、あちちちち、裏も表もバッチリですね。よいしょ、完璧。じゃあ出来たて熱々のやつをいただきます。うん、まっ。ポテサラのじゃがいもがホクホクですわ。うん、チーズも合う。裂けるチーズどんどん温めると10倍うまいね。お、うまっ。コーヒーを入れていきます。いただきます。やっぱホットサンドにはコーヒーですね。ごちそうさまでした。
じゃあちょっとね、焚き火でもしながら動画見たりアプリで遊んだりしてゆっくり過ごそうかな。あ、しまった、スマホが低速なんです。っていう感じでですね、出先でギガ数を使うことって結構ありますよね。そんな時はこれを使います。 POBO2.0。 POBO っていうのは僕が使ってるサブ回線です。 POBO は基本料0円で、必要な時に使いたい分だけデータを購入する au のオンライン専用料金プランです。データ小容量から大容量まで6種類のデータ容量を必要な時にいつでもトッピングを自由に購入し利用できるプランです。で、今僕が使ってるのは24時間データ使い放題のトッピングで、なんと330円で利用できるんです。キャンプ中とかギガ数を多く使いそうな時はめちゃくちゃ便利です。しかもテザリングも OK なので、一緒に行く家族とか友達も24時間使い放題になるから、これ一つ契約しておいたらすごくいいですよ。例えば行く道中スマホをカーナビ代わりに使ってもデータ消費しないし、こうやってキャンプ中にのんびりスマホで映画や動画も見られます。使い方はとっても簡単。設定から回線をPOBOに切り替えた後、POBOアプリで2タップで購入するだけ。まずはお試しでぜひ使ってみてください。まとめると、POBOは今契約しているスマホに追加して必要な時だけ設定から切り替えれば OK。 基本料0円だから持っておく分にはただ、 POBOをサブ回線として持っておけば必要な時に回線を切り替えて使えるから、これからの長期休みの時とか重宝しますよ。いやー、時間が経つのはあっという間ですね。結局2、3時間焚き火したりゴロゴロしたりしてましたね。非常にくつろげました。これもPOBO 2.0 のおかげですね。思う存分自然をね満喫しましたんで、ぼちぼち後片付けして帰ろうと思います。出先でギガ使い放題は本当にありがたいと思う。24時間のプランだったら朝起きてもまだ使えるっていうことなんで、本当旅行向きのプランだよね。うん、キャンプなんか本当いいと思う。ぜひこのゴールデンウィークにPOBO 2.0 使ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。